はようございます。今日は8時くらいに起きて散歩に出てきております。気温は3度、霧が結構出てるからめちゃくちゃ寒いかと思ったけど、外に出てきてみるとそんなでもないですね。よし、ただいま。1時間ぐらい歩きました。結構いい運動になった。あ、はい。朝ごはんです。こんな感じ。あと、あ、パンね。です。うわ、パンプキンだって。混ざんない。やっぱり自家製パン美味しいですね。よかったです。おかけ見てくる、お兄ちゃんと。ほら、ピューピューって言ってるよ。ということで、本日は家族にこの家の窓を拭いてくれって言われたので、窓掃除を今からやろうと思います。今日は午前中おとなしかったからな。それを言ってたさっき。よいしょ。わ、いった。痛ぇ。開けようとしたのに噛まれた。あー、興奮してるのかな。いやー、ひどい子だな、本当に。これ、親指、あのインコにやられました。あ、じゃあお借りします。アクア、さあ、ということで新しいアクアを借りたので、ちょっと、ご飯食べて、あとこの前予約した年越しそばの、受け取りをしないといけないんですよ。で、それが終わったら、ちょっとドライブしてっていう感じで行こうかなと思います。とりあえずご飯食べに行きます。このアクア一人で運転するのは初めてですね。多分前の車よりは運転しやすいんじゃないかなと思います。やっぱ小さいとだけあってね。お目当ては小宮です。いやー、空いてるといいな。なんかどんどん車が入ってくけど大丈夫かな。あんま混んでたら嫌なんですよね。
営業時間は今日大晦日は15時までですね。いつも21時までやってるんですけど、さあ大晦日やっててくれるの嬉しいよね。いや、小宮、美味しかったです。もう今何時だろうな。エンジンつければ見えるか。ふぅ、2時38分。いつもあのお店、21時までやってるんですけど、今日大晦日は15時、まで。で、だからもうあと30分くらいで終わりますね。で、あと、年末年始、明日は休むみたいなことを聞いたんですけれども、いつから営業するか分かんないです。あとなんか煮干しラーメンみたいなやつは、今日大晦日から9日までだけかな、はお休みっていうことでした。はい、いやほんとね、 おすすめです。あのすごい美味しいんで、機会があれば食べてみてください。あの地元に帰ってきた時、毎回と言っていいほどあのここのラーメン食べてるんですよね。お次はここそば御膳。ここでですね、あのこの年越しそばを予約して、今日の、2時から3時の間に取りに来てくれっていうことだったので来ました。現在時刻2時43分ですけど、とりあえず、年越しそば受け取りに行きたいと思います。よし、 OKOK、 年越しそばゲットです。一応ですね、なんか今日あの日差しが結構、なんか今は落ち着いてるんですけど、さっき暑かったのでちょっとそば傷まないように一応保冷ケースに入れておきます。さっきのラーメン屋があそこにあって、もう100メートルぐらいしか離れてないところですね、このそば御膳というところ。お店で食べたことはあんまないんですけれども、ここのそばめちゃくちゃ美味しいんですよ。このリヨン通り寄ろうと思ったんだけど、混みすぎてる。ダメかな。ということで、あのアピオの方にあるツタヤとか、あの マクドナルドとかリヨン通りとかあるエリアに来たんですけれども、意外と離れたところに、あのね、雨降ってるから近くに止めようと思ったから混んでただけで、離れたところは意外と空いてました。予報通りでしたね、午後雨降ってくるって。いや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 、やばい、この服雨の後目立ちすぎて、元からこういうデザインの服みたいになってる。あ、そうだ、ここの建物リンクスっていう業務用スーパーになったんだった。ツタヤはあそこだけになったのか。そっか、レンタルビデオとかがなくなったから本だけになったんだもんね。ここの業務用スーパー、ちょうど私が会津から引っ越す時ぐらいにできたので、あんまり来たことなかったというか、どうだろう、1回ぐらいは家族と来たことあったかな。多分来るの初めてに近いと思います。なんかあんまいいのなかったな。そこまで品数が多くなかった。ちょっとリヨンドールに寄ります。スーパーはしごしてますね。よしよしよし、ちょっとマックでコーヒーでも買ってこうかな。混んでたらやめますけど、ちょっとめんどくさくなったからいいや。どっかドライブスルーがあるとこに行こう。決まり、こっからだったら高田市のスタバが近いのでそこに行きます。あそこドライブスルーあるんでね。やべえ、これまっすぐ、あの高田市のスタバ行こうと思って、ここまっすぐ行こうと思ったんだけど、あの右車線にいたらこれ強制的に右折車線になっちゃって、これやばい、湯川の道の駅のところまで連れてかれちゃいます。マジか、どっかで戻れないかな。マジですか。まあでも初見じゃわかんないですよねこれ。まあでも何回か通ったはずなんだけどな。完全にぼーっとしてました。
ちょうどよかった。カインズにも用事あるんだった。なかなか自宅の近くにカインズないんでね。よし、防水スプレー、これ買っていきます。もうこれ靴履く前に吹きかけるだけで全然汚れのつき方が違う、というか汚れつかない。この期間限定のほうじ茶まろやかキャラメルティーラテっていうのをしてみます。ピスタチオ後のラテが、ピスタチオラテの後の期間限定がこれなんですよね。ちょっと気になるんで飲んでみます。見てください、めちゃくちゃうまそう。まあ単純にというか、まあ分かりやすく言うと、ほうじ茶ラテに、キャラメルソースをかけたみたいな、そんな感じで。ほうじ茶とキャラメルの相性ってどうなんでしょうね。ちょっと飲んでみます。あー、まあめちゃめちゃうまい。あ、意外となんかほうじ茶とキャラメル中和しますね。美味しい、癒されます。ほうじ茶めちゃくちゃ大好物なんですよね。なんかベースの味はほうじ茶にあるんだけど、甘みがなんだろうな、ベースはほうじ茶の味なんだけど、そこにこうキャラメルの味がプラスされてるみたいな感じで、でもなんかいい感じに中和してるみたいな感じで美味しいですね。これもリピート確定。そして香りがいいんですよね、ほうじ茶。よし、最後にこのヨークで買い出し。ここ昔バイトしてたヨークベニマルですね。うわお、なんとめっちゃ渋滞してる。大晦日の夕方、さすがの合図でも人多いですね。さっきヨークに行った時レジもすごい並んでたんですよ。だんだん人が多くなってきたので、そろそろ帰るタイミングですね。明るいうち行動しといてよかったです。ということで、だんだん戻ろうと言ってもこの駅前を抜けるのにどれくらいかかるか。あ、でも意外と進むか。よし、部屋着きました。雨がひどい。よし、オッケーオッケー。やばいやばい、一番大事なそば、車のラゲッジに忘れました。あったあったあった。よし、よし、無事そば回収。はい、どうぞどうぞ。はい、ありがとうね。さて帰ってきたので、ちょっと余ったコーヒーで休憩です。このお供はこのザ・クルマニア。